があったわけじゃない、誰かに引き付けられたわけじゃない、でもなぜだかなぜだか今夜に噛み切って、悲しい悲しい胸が悲しい、涙が溢れてきます、涙が溢れてきます、そんな時あなたの声が降ってきました、泣いたって泣いたって泣いたっていいんだよ。はい、始まりました大輔さんの部屋、日曜日のお昼12時半からやっております。私ね、移住もう7年ぐらい経ってしまいました、元芸人の作家増尾大輔がお送りしております日曜日のお昼、音楽トーク番組なんですけども、まあ、沖縄のいろんなタレントさんであるとか、まあ、プロデューサーであるとか映画監督であるとかいろんな方が来てくれますけどもね、はい、2人目ですね、政治家さんはね、まあ、FM 那覇で番組やってらっしゃいます、中村圭介さんがね、何度か遊びに来てくれましたけども、それ以来で、まあ、女性の、政治家の方初めて那覇市議会、まあ、こちらはね中村圭介さんと同じでございまして、そしてですね初めて、お子さん連れてきていただきました、FM 那覇でも番組をやられているということでございましてね、はい、来ていただきました山田まどかさんです。はい、たー山田まどかやいび那覇市議会議員です。はい、どうもありがとうございます。どうもね、今日もうお子さんすいませんね、こんな時間でね、まあ、収録がちょっと夜になってしまって、まあ、市議会のお仕事がありますから、まあ、夜にね、はい、お願いしちゃったわけですけど、お子さんがねいらっしゃるっていうことで。ね、お子さん連れて来ていただきましたけど、スタジオにたまたまなんですけど、はい、見る人が結局無理になっちゃったので、はい、連れてきました。すいません、ありがとうございました。だから今日はもういろんな顔があるわけですよ、うん、那覇市議会の山田まどこさんであり、はい、FM 那覇でパーソナリティやっている、ラジオパーソナリティね、はい、これなんていう番組ですか。ですね、はいはい、山田まどかと宮城正和のつなぐラジオです。あ、お二人でやってらっしゃる、はい、ありがとうございます、はい、何曜日の何時から。ですね、月曜日の15時です。月曜日の15時 FM 那覇で、はい、午後3時ですね、はい、山田まどかと宮城正和のつなぐラジオをしてます。はい、ぜひ来てください。で、はい、で那覇市議会でFM 那覇のパーソナリティ、はい、そしてお母さんとして、はい、虹のまましてます。もうね、なんかもう三つどもえのね、なんか役柄をやってらっしゃってね、はい、まあ、後でお聞きしたいんですけども、うんうん、漫画も書いてらっしゃったんですよね、はい、そうです、はい、漫画家でもありますね。漫画家でもあるわけですよ、だからね、はいはい、だから4つの顔を持つ女そうですね、なんでしたら瓶型作家もしてますね。え、何作家？瓶型もやります、自分で。瓶型っていうのは？瓶型を型から掘ってデザイン、型、そして服に入れていくというの。瓶型です。それも一応なんていうか職業的な感じで。職業、そうですね、プライベートでやったやつを欲しい方に売ってたりとかもするので、はい、そういう、まあ、美術といいますかね。そうですね、もうやられてね、お子さんが、はい、テーブルにタックルしてくるんですけど、お嬢さんが、はい、あのエミリーさん、まあ、退屈だからね、まあ、すぐ終わりますから後でお母さん歌ってくれるって言うんでね、お今日はだから6つの顔を6つ目の顔を、はい、まあ、後ほどね歌っていただきたいってことなんですけども、うん、FM 那覇で番組やってるのは結構長いんですか。その FM 那覇は1年ちょっとは、そうですね、してます。ね、ちょっと、はい、今声が入りました。お子さん、うん、お嬢さんです、はい。お嬢さんに話を振らざるを得ないんですけど、うんうんうん、何歳ですか？ 5 歳。何歳ですか？ 5 歳ね、エミリーちゃん5歳です。して、こんにちはして、せーの。ああ、しかし、やはり予想通り、はい、さっきまでペラペラ喋ってたのにそうなんです。やはりラジオになると音声チェックということです、はい、そうです。ああしか言わないです。ああしか言わないんですか。やはりお子さんがいながら、まあ、今ね女性議員とか女性の政治家をね、まあ、はい、クォーター制だなんだっていろいろ言いながら、うん、よくご存知ですね。もちろんですよ、私作家なんですからと言いながら、はい、まあ、なかなか増えないというのが我が国の、はい、現状 で、ね、北欧にはほど遠い感じになってるわけですけど。そうですね、でも那覇市はすごいんですよ。あ、どうですか那覇市はですね、今度の、7月の選挙で、はい、ついに 32.5% が女性、13人去年のね、そう、いや、はい、今年の去年、そうです、2021年の、そうです、7月で 32.5% と言ってね、じゃあまあ3人に1人、
女性が13人、はい、40人中13人なので、うんまあね、はい、39だったらちょうどぴったり13人だから3で割れる数字になりますけど、はい、まあ、ほぼ3人に1人ですよね。すごいですよ。あ、増えてるんです。じゃあ都道府県で見ても、うん、多い方でしょうね。多いと思いますよ、はっきり言ってね。そうですね。あ、それは良かったじゃないですか、うん、那覇市はなかなか優秀じゃないか。そしてうちの会派はですね、はい、なんと男性2人女性4人なんですよ。女性の方が多いみたいな状態に。女性の方がですか、はい、うちの会派は。あ、じゃあね、女性のそのみたいになって、ま、そうか。じゃあバランス的にはね、那覇市はすごくいいわけですね、うん、そうですね。まあ市長からしてね、うん、そうなんです。女性であるということで、やっぱりやはりね、うん、はい、市長が女性っていうのは強いんじゃないかなというふうにして思います。そうですか、うん、はい、すいませんね、お子さんがコップこぼさないようにして今移動していたり喋りながらも移動するという、はい、ママなのですごい大変ですねママはこぼさないようにするかどうかっていうのが気になってしまってね。でちょっと個人的な趣味、はい、趣味って言いますかね、はい、あれで聞くんですけど、13人いらっしゃって、うん、山田まどかさんのように、うん、あのお子さんがいらっしゃる、はい、ま、ママですね、だからね、うん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 、の方は何ぐらい、半分ぐらいですか、まあ、分かんない。そこにはあんまり、ね、でも政治されてる方とかもね、いっぱい、いらっしゃると思うので、うん、今お子さんです、うん、そうですね、どれぐらいなんでしょう、半分はでもママだったり、そうですね、もうママぐらいの年齢ではあるのか、うん、もうママだったり、あとはもうでもお子さんが大きくなっちゃってもうママっていうおばあちゃんになっちゃってる方も中には、はい、政治家ですからね、いらっしゃいますけどね、若い方はね、はい、あの中村圭介さんはね、ずいぶん長い間、うん、一番若いぐらいのね、はい、年齢だって、なんか今2万遍になったとかなんとか言ってたかな。いや、うん、もっともっと多分若いの入りましたよ。20歳代が3年入りましたので、4月に入ったわけだ、はい、あ、そうなので、はい、そうですね。圭介さんおいくつなんですかね。え、圭介さんはね、うん、まあ童顔ですからね、うん、まあ多分17歳ではないと思うんですけどまあ30代から40代っていう感じの、ねね、年齢だとは思うんですけどね、うん、30代も結構入りましたので。あ、そう、はい、山田ぐらいで真ん中ですよ大体。そうですか、はい、私で真ん中ぐらいすごい、自分を苗字で呼ぶとアイドルグループみたいになっちゃいますからやめてください本当に。山田まどかさんは、はい、真ん中ぐらいになっちゃうわけだ。そうですね、それが一番バランスがいいんですかね、やっぱりね。そうですね、40代は平均でしたよ確か。ああ、そうかそうか、うんうん、そうなんですね、うん、そんなね、山田まどかさんですけど、はい、さっきも言いましたけど漫画も書いてるんでしょ。漫画も書きます、はい、書いてたじゃなくて今も書いてるんですか。ですね、議会報告書を漫画で書きました、うんうん、あの漫画家になろうとした時期があったわけですか。じゃあそれはもう小学校も一番最初の夢が漫画家になろうだったので、あ、そこからずっとあの絵を描くのはもう大好きで、はい、少女漫画最初は。いや、あの少年漫画ばっかり読んでたんですけれど、少年漫画、はい、結局あの行った畑は4コマ作家でしたね。4コマ4コマ、一応ねこう見えて千葉哲也賞とかも取ったりしてたんです。え、見ました見ました、はい、千葉哲也賞、千葉哲也賞取ったり。千葉哲也賞は4コマじゃないでしょ、あれはストーリーです、ストーリー漫画でしょ。千葉哲也賞も取っていますし、あとはですね、月刊ヤングジャンプ賞の月刊ベスト賞とかっていうのも、あ、ヤンジャンの月刊、はい、2回取ったことあるんですよ。2回取った、そうじゃあデビューはしてるわけですかちゃんとね結構取ってるくせに書き出したのは4コマ漫画という中で、4コマ漫画がすごく楽しくてですね、うん、4コマ漫画を書く、はい、大丈夫ですか私こんなに話してなんかあの、はい、テクニックっていうのがあるんですよ、うん、答えはねオチから考えるんです。オチで逆算してね、おーっていうのになるのを考えるために、あとはスタートをこう行っていくっていう形で。あ、うん、なるほどね、はい、そうですか、うん、あ、で4コマで4コマを生かして、うん、その那覇市のあれなんか書いてらっしゃるんですか。じゃあ那覇市のやつはですね、もう本当にあの議会報告書として、はい、市の、部長がどういうふうなあの話をしたっていうのを、はい、まあ、自分の、うん、あの質問と照らし合わせて、はい、あの書いて議会報告書にあげたりはしましたね。あ、そう、それは受けました、受けたっていうか、なんかこう、あ、いいアイデアじゃないっていうかね。そうなんですよ、うん、皆さんね漫画の方が見やすいっておっしゃってくださって。あ、漫画で多いからね、うん、文字だけでわーってやられると、うん、そのスイッチが入らないとなかなかその目を通す気持ちにならないわっていう市民の方が。お子さんが出ていっちゃいました、はい、今スタジオから。そう、大丈夫です大丈夫ですか、うちの子大丈夫大丈夫、ちょっと飽きちゃったのかなね、お子さんだから、はい、こう、はい、狭いスタジオの空間にいると。そう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 、飽きちゃうのかな、ね、うん、そうか。今なんかね教習所の本とかでも全部漫画になってて、まあ、当然あの車の絵とかを入れなきゃいけないんだけども、はい、あのなんか教官が喋ってても吹き出しになってるようなあるじゃないですか、うん、そういうのね、はい、なっちゃってて、まあ、ちょっと行き過ぎるとああいうのもどうかなとは思うけど、まあ、分かりやすいということですよね、はい、ちょうどありました、はい、こんな感じです。あ、これ
山田まどかさん書いてる。山田まどかの、はい、議会報告書は漫画で、漫画で議会報告書を出すんですよ。はいはい、はい、動画で見えるといいな。あのそう、山田が話して、子ども未来部長が答弁してくれてるようなね形で、うんうん、はい、あのこれは山田さんはやっぱり自分の顔はサービスですね。え、そうですか。目がキラッキラしてる。目キラキラしてるじゃないですか。大体渋い声で言ってみたり。低い声で言ってみますか。はい、そうですか。まあいろいろそういうのをね、分かりやすく、うん、読みやすく。そう、あのどうやったら皆さんが政治に興味を持ってくれるかなっていうところは常に考えてます。はい、あの、ね、なんて言ってもやはり皆さん政治離れしてしまってるところがあるんですけど、うん、私はあ政治家になりたいなっていうのは正直全くなかったんですけど、うんうん、漫画を描いて、で市民活動も続けている中で、うん、やっぱりなんか根本的なものっていうのは政治なんだなということに。まあそうですね、うん、だってね、税金一つですらもやっぱり政治が決めるじゃないですか。平成元年まで、例えばなんですけど、うん、消費税っていうものはなかったんですよ。平成元年から入ったじゃないですか。はい、でそれが、最初は 3% だったのに 5%、はい、8%、10%、はい、で税収っていうのも、もうそれに加えられてどんどん大きくなっていて、で代わりに法人税が下げられているような、はい、ね、こういった一つ一つ、だって昔は1000円出しても、うん、ね、取らなかったものが今では1000円出して足りなくなって100円出してくださいみたいなね。なんだったら1万円の商品なんか1000円出さなきゃいけないし、10万円の商品なんか1万円出さなきゃいけないって。そうなります。うん、これ昔は存在しなかった消費税が、はい、今どん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 上がっていって、うん、これやっぱ政治が決めちゃってるし、で代わりに法人税が下げられてることによって内部留保っていうのが今、年間で484兆円なんですよ。484兆円っていうのは国民一人当たり380万円、はい、うん、あれなんですよ、大企業とかの内部留保に入ってるってことで、ね、はい、入ってます。その484兆円を一人一人に配ったら380万円ずつ配られるんですよ。そうですよ、ね、吐き出していただきたいですよ、うん、それは。だからこれ、こういう一つ一つが、はい、もう確実に政治が、おかしいところに行ってしまってるからこそなの で、もうやっぱり変えていきたいんですよ。はい、変えてください、ぜひ、はい、ということで お願いいたしますよ、はい、もうね、ママの財布の事情からして、うん、これはとんでもねえぞみたいな感じですよ、うん、やっぱりそうですか、うん、もう変えていただきたいですね、はい、じゃあ一曲歌ってていきましょう。なんか OK、 こんな状態で歌うんですね。歌うよママね。エミリー、はいはい、マイクは遠ざけてください、うん、そうでした。ビシ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 って音が入っちゃうね。はい、なんとこれ大黒摩季さんの歌ね。はい、熱くなれ、熱くなれ好きなんですか。これ大好き、もう小さい時よく歌ってた。歌ってたんだって。じゃあママ歌うからね、ちょっと待って、ね、ちょっと聞いててね、うん、はい、
とうございます。もうちゃんと帰ってきましたから私も練習して。すごいですね。もうなんかね、熱くなりが歌いたいんですって大輔さんにね、はい、伝えたところ、はい、こんなすぐにできちゃうものですね。ええ、すちゃんともう予習してあ、ね。ありがとうございます。はい、まあこれもまあ嬉しいです。いやありがとうございます。うん、これはもう好きなその昔から、うん。好きです。もうカラオケって言ったらこれです。これを歌う。これカラオケって言ったらこれです。ああ熱くなる歌が好きなんですか。もう大好き。もう常に私自身が燃えてるので、うん、帰るぞーってなってるので。うん、はい、好きです。こういうなんかもテンションが上がってしまうような。上がってしまう。うん、曲が好きだと。曲が好きです。もう常にそうですね。ハイパーなので。ハイパー山田なので。はい。はい。はい。あ、お水ね。はい、はい、お嬢さんにお水。はい、ありがとうございます。はー、そうですね。うん、もう本当一人で何役、何役ってわけじゃないけど、うん、まあ子育てもね、あって、いろいろやってるから、うん、もうなんか自分のこう、休息する時っていうのがあります？なんかちょっとまあプライベートな話ですけど。休息ですか、ね、ありますよ。運動朝起きるのが早いんですよ、私と息子は割ともう一人いらっしゃるんですか。もう一人います。上の子がいて、はい、その子も可愛いんですけど。よかった上の子、はい、なんでもこれもちょっとまた下がったら、ね、あんまり変わらないです。こっちと2歳上なので。あ、そうですか、うん、で朝、はい、起きて朝2人とも5時とか6時ぐらいに起きるんですよ。息子さんが、息子ももうめちゃめちゃパチッみたいな感じでママおはようって言うんですよ。それのどんな貫禄なんですかそれ。朝早いねみたいな感じで、まあ、私か息子がどっちかがいつも普通お子さんってね、特に男なんか男の子は、ね、お寝坊じゃないですか、うん、全然こっちの方がお寝坊です。下の子の方で、はい、そう、もう朝起きたら運動するのが、うん、もう山田はとにかく大好きですね。あ、そう、はい、はい、山田はもう 何されるんですか運動。朝起きたらもうストレッチとかそうですね、そういったものでだいたい30分ちょっとぐらい、お部屋で近く、はい、まあ、体操っていうかね、体操ですね。もうとにかくそこで腹筋に近いようなのね、ちょっとインナーマッスルを鍛えるような形で、はい、それをやってスタートします、うん、全体的に。それからまあ、うん、朝ごはんとかそういうのをやるってこと、ね、うん、もうそれからだいたい物事をスタートするぞみたいな感じで、もう汗びっしょりですよ。朝から汗かいてもう軽くシャワーでシャって流して。疲れちゃわない、まあもうルーティンになってるからいいわけだ。ルーティンになって、それはもうね、それが私のミータイム、もうすごいこの時間大好きみたいな。あ、朝30分のそうですねストレッチタイムが、ね、はい、はあ、そうなんですか、うん、じゃあその後はもうずっと忙しいでしょう、うん、まあ今朝聞いたからあれですけど、はいはい、流し議会っていうのは、うん、まあ開催してる時が時期があって、はい、してない時期もありますけど、うん、してない時期はどんなことでされてるんですか。してない時期もですね、実はですね、はい、子ども食堂ミツバチの家というのを私と、はい、が仲間たちと立ち上げて、でそこに来られる方たち の, 相談とかも、うん、もう常日頃から受けていたりとか、うん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 、あとはもうなんかそうですね、もうこういった生活に困ったら山田みたいな感じの一定のところの方から、うん、そうですね、相談に駆け込み寺みたいになっちゃってるんですか。はい、もうすぐに、あと性被害に遭った方とかも、うん、女性同士で話しやすいということもありまして、あ、まあ、女性の、ね、悩みがある方が、う、ね、うん、結構そうですね、なので話を聞いたりとか、話を聞いてそれを支援の場につなげるとか、うん、うんうん、そうですね、山田だけで難しいかなっていう案件も最近あったんですけど、それを、はい、その時は会派のもうほぼ女性なので、うんうん、もううちらの女性の議員で、はい、そのもう被害状況とかを聞いたりとかして、うん、じゃあもうこれみんなでどういう風にしてやっていくみたいな感じのとか もう先輩方に、うんうん、はい、結構相談もできるので、うん、はい、じゃあ市議会が開催された時は外に出ていろんな人に会ったりとか、まあ、いろんな声もあるし、はい、で会派で集まってどうしようかなみたいな感じのミーティングをやってると、そうですね、スケジューリングですね、うんうん、はい、うんうん、そうなのか、うん、じゃあまあ主にお子さんと女性っていう感じなんですかね、そうですね、山田さん中心の、うん、そうですね、シングルファミリーの、はい、そうですね、支援が結構多いかなと思うので、うん、そうですね、ですか、うん、でも頼りにされるでしょう、シングルマザーの若い人たくさんいるだろうから、そうだね、そうですよね、うん、だからもう議会の合間でももうそれはひっきりなしなので、うん、シングルマザーの方を、何ですかね、まあ、生活保護につなげたり、あとは、障害家みたいな感じのヘルパーさんをつけられるようなところの方に相談行ったり、なんていうのかな、子ども子育て応援課の方に行って、なんかこう子どものやつも
なんとかあの支援してほしいみたいな感じで、とにかく何かあった時に一緒に、そうですね、市役所の方を回ったり、もういろんな方ですよ、もうお一人とかじゃ全然ないので、ね、もうこの方が終わったかなと思って、また次の方が来られるような感じなので、あ、大変ですね、うん、引きなしね、まあ、ちょっと明るい話すると最後にね、うんうんうん、私ね、よく那覇市役所行くんですよ。あ、そうですか。で、はい、あの売店にお弁当買いに行くんですけど、はい、あそこはいろんなお弁当屋さんがね並んでて、すごいですよね、あの品揃えがすごい、もう300円ぐらいから500円ぐらいまで、うん、まあ、安い値段で売ってるんですけど、はい、あそこも大概行ってますし、あ、そうですか、入り口のとこパッと入って、あ、今日中村君来てるねみたいな感じで、あの名札みたいなのあるじゃないですか、はい、ありますね、あれをチラッと見て、今度から山田さんのもチェックしてください。なんかもう用がないのにいつもいる私みたいな。用がないわけじゃないんですけど、ね、あれなんかいるとわかるんですよね。うん、そう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 、ね、光がついてるので入り口のちょうど正面のね。そうなんです。ところね、そうなんです、うん、私あのそういう、自粛になる前は、うんうん、2階の食堂もよく行ってましたから。ああ、そうでしたか。そこの味噌汁定食がうまいんですよ。いいですね、味噌汁定食もね。はい、割と那覇市役所って気軽にね、入れる役所です。そう思います。うん、そう思います。役所の私もともと神奈川県ですけど、うんうん、まあ、土地の事情があるのが結構ギュッと密集してて、何、うんうん、ていうんですかね、役所って感じのところが多いんですけど、うんうん、なんかこうドーンと広いですもんね。ドーンと広いですよね。上もなんかパーンみたいな感じで、そう、吹き抜け、船、そう、吹き抜けすごいですよね。ライカムかなって感じで、ライカムかなみたいな。いや、那覇市役所だ、だから騙されないよ、利用しやすい。そうですよね、雰囲気が明るいですよね、またとこなんですよね、だからなんかこう相談事行くとどうしてもみんな猫背になっていきますけど、うん、まあ、明るい場所なんでね、なんかこう、うん、ポジティブに、はい、なんかこう自分の抱えてるものを解決するために行くっていう感じで利用していただければ大事です、いいかなと私は思いますね、うんうん、あ、もう、どうしても日本人ってあの閉じちゃうじゃないですか、うん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 、悩みを我慢するっていう、それが美徳っていう感じがちょっとあるあれだから、もうちょっとなんか明るい感じでね、なんか文句言いに行くんじゃなくて、なんか自分はこうなんですっていうことを ね、今現在のこういう状況なので、なんとかして生活を立て直すためにっていうね、はい、もう気軽にどんどんあの、そうそう、話しかけてください、かけていきたいなっていう感じがね、うん、いたしますね、はい、あの山田まどかさん自身の何かこうプライベートな、プライベートな、なんか目標っていうか、今年はこういうことやりたいなっていうね、せっかく2022年になりましたから ね、もうね、ございますか。いや、まあ、マイペースであの現状維持みたいな感じですか。よくね、議員の皆さんからね、あなたマイペースよねって言われますんですけれど、はい、なんですかね、あ、でもあの子供たちとの時間をもう少し持った方がいいなっていう自己反省はありましたので、ご自身の、はいはい、ね、なのでそうですね、あのちょうどね、あ、なんていうんですか、はい、もうハードワーカーのタイプなんですよ、もう仕事が大好きで、うんうん、だからまあ子供の時間はちょっとあんまり取ってないかなっていう、うん、それはね、そうですね、ちょっと反省すべきところですね、でもね、私前昔子供だったからよくありますけど、うんうんうん、まあ、特に男の子ね、はい、だったから分かるんですけど、ある時からもうね、うん、もう親うざいみたいな感じになっちゃって、なっちゃったら悲しい、それまでの時間って結構あの、ね、お母さんに聞くと短いらしいんですよ、うん、短いですよね、振り返ると、うん、だからそこはね、なんか、あの時な、もっと一緒にラジオ体操しておけばよかったなってね、そうそう、思っちゃうことがあるかもしれないから、だからさ、もう今もね、うん、可愛くまあまあとか言ってくれるけども、それがだんだんなくなるのかなと思ったら悲しいからね、もう今のうちですよね。そうですよ、うん、なんかね、猫なで声で来るときはね、お金がないときになってしまいますからね、それは大きくなった、中学生高校生ぐらいになってくるとわあ、もう本当になんか買ってほしいものがね、現実的ですね、そういう風に なってきますからね、あ、まあ、まだお子さんが小さいときに、うん、なんか一緒にいてね、やれてるといいかなと。でも子育てされてるから、そういう解決法も山田さんなりに分かるってことでしょ、やっぱりね、あのいろんなあの市民の人のシングルマザーの気持ちだとか、そのね、この議会報告書でも出したやつとかもちょうどね、はいはい、ベビーシッター、はい、ベビーシッターも、養護無償化で使えるんですよ。あ、そう、養護無償化っていうのが何も子ども園とか保育園だけのものではなくて、うん、うんうん、あの養護無償化はそのベビーシッターでも使えるんですけど、うん、これまでそのことを知ってる人も、あの議員さんでも知らなくて、誰もどーんどーん、この3年間養護、あ、4年も4年ぐらいになるか、あの養護無償化がスタートして、もうこの間誰も知らなくて、でそれをあのベビーシッター事業者の方も、うん、あのちょっとちゃんと
あの表に出してほしいということと、うん、あの市が直接ベビーシッター事業者に支払う仕組みにしないと、うん、みんなその都度払って大変だよってなるから、これなんとかできないかっていうのもあのこの前のやつでなんとかできるようになったんですよ。 それは重要ですよ。だって議員が知らなくて、はい、誰が知ってるんだってことになってます。行政の方も知らなくて、その 3,4 年の間で利用者たった一人だったんですよ。はあ、それこそね、うん、なんかこうちょっとバランスが悪いですから、いや、あの山田まどかさんの漫画でぜひお知らせするという、はい、そうですね、ことを一つお願いしますね。はい、ご自身は若干、うん、あの可愛く描かれているのかもしれませんが、そんなことないぞ失礼いたしました。まあ、読みやすく分かりやすくなっているということなんでね、はい、ぜひね Facebook の方を覗いてもらえると、はい、山田まどかのこの議会報告書も漫画で書いてありますので、ぜひご覧ください。わかりました、うん、どうもありがとうございます。よろしいところね、はい、お子さんは飽きてスタジオから出て行ってしまいましたどうもすいません、ありがとうございます、忙しいところ。というわけで山田まどかさんのラジオの方もね、うん、月曜日の午後3時から、はい、FM 那覇でやってますので、ぜひ聞いてください、はい、ということでございました。今日のゲストはですね、那覇市議会でありながらいろいろとね頑張っておられます山田まどかさんでございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大輔さんの部屋、また来週、ありがとうございました。